はい、こんにちは。今回は日本人キラーたちが KO で敗れた試合を紹介いたします。1988年に WBA バンタム級王者として初来日したウィルフレッド・バスケスはムグルマ選手相手に引き分け防衛を果たし、その後スーパーバンタム級とフェザー級の王者として横田選手、葛西選手、渡辺雄二選手を相手に防衛に成功いたしました。中でも葛西選手と渡辺選手との防衛戦では強烈な強さを発揮し、衝撃的な KO 勝利で防衛いたしました。WBA 世界フェザー級王者バスケスは渡辺選手を破って防衛した後、防衛回数を4度まで伸ばし、1998年4月 WBO 世界フェザー級王者ナジム・ハメドに挑戦いたしましたが、ハメドの変則的なスタイルに対応できず、3ラウンドにカウンターをもらってダウンを喫しました。WBO 王者ハメドは29戦全勝 27KO、 そして WBO 王座を9度防衛中の絶対王者で、バスケスのパンチをことごとく見切り、6ラウンドにもダウンを奪いました。続く第7ラウンド、ハメドはカウンターの左を決めてダウンを奪いました。起き上がったバスケスに焦らずにカウンターを決めながらじっくり弱らせて仕留めに行きました。バンタム級とフェザー級の元世界王者ルーベン・オリバレスは80近い KO 勝利を積み重ね、ミスターノックアウトと呼ばれ、日本人ボクサーに9戦全勝 8KO の対戦成績を残しました。1974年7月に宇田川選手を WBA 世界フェザー級王座決定戦で KO して王座に戴冠したオリバレスは、初防衛戦にアレクシス・アルゲリを迎えました。ミスターノックアウトのオリバレスはすでに60以上の KO 勝利を築いており、アルゲリもパンチ力は相当なもので、35勝のうち29もの KO 勝利を誇っておりました。ハードパンチャー同士の一戦は中盤から激しい打ち合いとなり、接近戦になればリーチのあるアルゲルが不利となり、オリバレスが得意の左ボディフックを中心に力強い連打で優勢に試合を進めていきました。しかし終盤の13ラウンドに劣勢だったアルゲルが鋭い左フックをナイフのごとくミスターノックアウトに突き刺し、逆転のダウンを奪いました。
バンタム級とスーパーバンタム級で世界王座に戴冠したダニエル・サラゴサは、畑中選手、辰吉選手、原田選手と戦い、すべて勝利いたしました。38歳になっても、老獪なテクニックで辰吉選手や原田選手を翻弄し、世界王座を防衛いたしました。サラゴサは WBC 世界スーパーバンタム級王座の4度目の防衛戦で辰吉選手を破り、5度目の防衛戦に若き日のエリック・モラレスを迎えました。当時モラレスは21歳になったばかりですが、26戦全勝 20KO の戦績でエル・テリブル、恐怖の男と呼ばれていたプライド高い戦士でした。序盤は王者サラゴサが変則的なオーバーハンドのパンチを効果的に当てて主導権を握りますが、恐怖の男モラレスが徐々にアジャストしだし、右アッパーを中心に攻勢に転じました。王者サラゴサは必死に挽回を図りますが、モラレスのパワーはずば抜けており、10ラウンドに連打で王者を弱らせ、右ボディアッパーでダウンを奪いました。続く11ラウンド、恐怖の男モラレスは上下に強烈なパワーパンチを打ち続け、最後は渾身の右ストレートをボディに叩き込み、老優の心を折ってしまいました。タイの英雄ウィラポン・ナコン・ルアン・プロモーションは辰吉陽一郎選手を2度 KO し、4度にわたって西岡選手の王座奪取を阻みました。ウィラポンはムエタイで3階級制覇の実績を引っ提げて26歳でプロデビューし、4戦目で WBA 世界バンタム級王座を奪取いたしました。そして初防衛戦でガーナの超特急ナナコナドゥを迎えました。ナナコナドゥは当時すでに35勝しており、渡辺二郎選手や畑中選手を破ったヒルベルト・ローマンや辰吉選手を破ったラバナレスを破っている実力のあるボクサーです。試合はコナドゥが初回から高速ジャブを放ち、どんどんプレッシャーをかけてきます。王者ウィラポンはコナドゥのジャブをかわしながら反撃し、早くも左フックでダウンを奪いました。しかしガーナの森林地帯からやってきたコナドゥはすぐに回復し、2ラウンドに猛反撃を敢行し、強烈な右パンチで王者をぐらつかせ、追撃の連打を浴びせダウンを奪いました。補足ですが、コナドゥは辰吉選手や笠井選手と引き分けたアブラハム・トーレスを2度 KO いたしました。